綺麗に色塗りしたいのに全部エアブラシで塗って、なんかめっちゃぼやけた。エアブラシはお好きですか？ふんわり塗りたいときにとっても便利ですよね。それゆえに爆誕するボヤボヤイラスト。今回はぼやけた塗りの解消方法とエアブラシの使いどころを解説していくので、ぜひ見ていってね。その1、まずは硬いペンで塗ろう。下塗りしたイラストに影を塗っていくよ。新規レイヤーを作成後、ブレンドモードを上段にして下塗りレイヤーにクリッピングしたらペンフェードを選択。影色は薄紫が馴染みやすいよ。アニメ塗りを意識してはっきりと影を塗っていきます。塗り終わりました。その2、エアブラシは部分的に使うべし。前回の動画で影を塗ったので、次はハイライトを入れていくよ。ブレンドモード加算発光の新規レイヤーを追加してさらにクリッピングしたらエアブラシを選択。明るい暖色を選んで光源を意識しながら塗っていきます。光が当たりそうな部分にふわっと色をのせていく。エアブラシは淡い光や頬の赤みを表現するのにぴったり。タワチ。その3、便利なぼかしツール。前回の動画でハイライトをのせたけど、まだ影が馴染んでいないので、このぼかしツールで影の輪郭を少しずつぼかしていきます。ポイントは全部ぼかさないこと。ぼかさない部分を残すことでイラストにメリハリがつくよ。出来上がりがこちら。ここまでできたら、あとはお好みで加湿や調整してね。今回のまとめ、参考になったかな？ IBIS Paint